まだ終わってないよな。どんな時だって、どんなピンチだって、今まで跳ね返してきたじゃないか。必ずお前ならジレンを倒すって俺は信じてるぞ。 体力はもう残っていないはずだ。 ジレン、 まだ終わりじゃねえぞ。 なぜだ、 なぜ何度やられても立ち上がれるんだ、 孫悟空。 17号や ベジータ、 それに他のみんながオラに託してくれたんだ。 その思いにかけても ここで一本も引くわけにはいかねえ。 黙れ、 そんなもの俺の力の前では無意味だ。 無意味じゃねえってことを オラが見せてやる。 何だと？ 孫悟空のスピードが先ほどよりも上がっている。 ありえん、 なぜそんなことが。 そんなこともわからんのか。 悟空は自分のためだけに戦ってるんじゃない。 俺たちの思いも背負っているからだ。ピッコロの言う通りじゃない。悟空には互いを高め合えるものたちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なもの。と同時に悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。ここまで来たのは自分一人の力だとと、あやつはこれっぽっちも思ってないじゃろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。 出会った時は反発したり敵対してたものもいたけど、こうしてみんな悟空に託してるんですから。戦いながら周りの人間が不思議と引きつけられる。それが悟空という男なんだろうな。その通りだ。うわっ！ これがオーラたちの力だ、ジレン。